皆さんこんばんは、2023年7月5日、今日は水曜日、まゆさりです。こんばんは。皆さん今日は用事、家事、お仕事お疲れ様でしたもうね、ちょっと待ってね、今日はね、何の話っていうか、何の話か言わなきゃね、見てもらえないね。何の話かっていうと、じゃあね、まず骨折した話、生きがいになってるバドミントンが、数ヶ月できなくなったこと、それから、梅干しを初めてつけたこと、あとそういうことを織り交ぜながら喋って、もうすぐいい時間になると思います。まあ全体に言うと雑談雑談、そうそうそう、雑なお話、雑談ですね、はあ、もう喋りたいこといっぱいあるんだけど、もう思いついたまま喋っていい？今日ね、あれなんですよ。今日ね、お仕事お休みなんで、本当だったら昨日の夜、早く寝てね、お休みの日はほら、することいっぱいあるじゃない。ね、お掃除、洗濯、ね、家事やって、で、自分のしなきゃいけないルーティンやって、それから自分の好きなこと、ウクレレとか、ね、バドミントンの練習とか、読書とか、だから、休みの日、前の日って本当は早く寝なきゃいけないのよ。なんていうの？だって休みを大切に使いたいから。でもね、昨日、ちょっと聞いてくださる？最近またなんかこう、お仕事には行ってるんですけど、また夜眠れなくなっちゃって、で、今日はね、朝の6時まで、6時間ぐらい読書してたんです。何の読書だと思います？昔ね、昔買った、もう10年ぐらい前に買った本だから、ちょっとね、アウトローの人の、ちょっと、なんていうのかな、映画化もされたんだけどね、黒川博之さんってご存知？なんかね、ちょっとストーリーとしては、大阪のなんていうのかな、大阪に住んでるアウトローの人が桑原さんっていう人なのね。で、あとは大阪の若い人が行く街で三角公園っていうところがあるらしいんですけども、その三角公園のところに事務所を構えてる二宮さんっていうね、この人はアウトローとか建設とかそういうののこうなんていうのかな、裁きをして、裁きってわかる？その本の中に出てくる専門用語なの。建設を、なんか、ビル建てようとするでしょ？そしたら、そこは、なんとかの縄張りだとかね。まあ、こう、言ってくるアウトローの方がいるから、その人たちを、ごちゃごちゃ言わせないために、建設者とアウトローの間に入る、コンサルタントって言ってる人がいるのね。その人の面白い、すごい面白い話。ドラマ化されて、北村和樹さんがその桑原さんっていう役をやってね。でもね、なんていうのかな、それ6時間読んでたの。題名はね、なんていう本だったかな。暗証。暗い、明るいの暗いに、石辺に、珊瑚礁の礁なのかな、暗証っていうのね。それね、すごく黒川博之さんっていうのは、本当はね、私10年ぐらい前に、
御祭業っていう、御祭？御祭業ってわかる？年齢がいって、お金を持ってる男の人を狙う女の人の狙ってね、可愛いふりして狙っ、はい、仲良くして、そしてその男の人の全財産をもらって、で、なんかこう、自分の好きな男の人とそのお金を散財したりするような物語だと思うの。まだね、読んでないの。御祭業。それを読みたいって思ってネットで調べたら、この人はいろんな本を出しておられますって言って、その御祭業っていうのを私は最後ね読みたいのね。で、読む前にこれがね、その10年前の目標だったので、それをこの人が、黒川博之さんが出してる本をちょっとずつ一つずつ読んでいって、で、ここにたどり着くつもりだったの。でも、ピタってなんか読書をめちゃくちゃ好きな期間がピタって終わっちゃって、そのまま放置してたのよ。だからね、今の読みたいものとちょっと違うの。私ね、今はね、怖いアウトローのが、とにかくアウトロー系のね、ものがすごい怖いの。ダメなの、過激な、戦ったりするのがね、もう本当にダメなの。アウトローさん同士が、こう、戦ったりするシーンがあるんだけど、もうそれがね、もうダメなの。すっごいダメなの。そういうのを見ると、見たり、本で読んだり、まあ、動画で見たりとか、あと何、何ネットフリックスとかで、前ね、あれ見たの。全裸監督、村西監督の、あれでね、国なんとかさんっていう人と、真島香里さんの弟さんが出てる場面があって、もう、すっごいね、今でも思い出したり、もう、うわーって鳥肌が立って、うーってなっちゃうシーンがあって、それを見たとき、私本当に2週間ぐらい、ちょっと、外に出るのが怖かったの。で、外に出て、男性がいると、あの人も怖い人なんじゃない？この人も怖い人なんじゃない？とか思っててね。で、一つその時に、一つ面白い話があるのを聞いて、もう骨折の話いかないね。ごめん、また骨折の話今度する。で、とにかく怖いものを見ると、怖い動画とか物語とか映画とか小説とか見ると、もうその小説とか動画の中に自分が入り込んじゃって、日々の生活、鍵とかこう閉めるでしょ。もしかしてこれを誰かがギリバコーンってバリーンって割って入ってくるんじゃないかとかね。毎晩このなんていうの、戸を閉める戸締まりチェックが激しいのね。で、戸締まりチェックとかをするときに、その怖かった場面がぐわーって出てきたりとかするんで、あるとき、その、全裸監督を見、の映画をネットフリックスで見て、で、すごい、もう、みんな大丈夫？道歩いてる男の人みんな怖いんじゃない？とか思ってるときに、電車に乗って買い物に街に出たのよ。そしたらね、身長が165センチぐらいで、目がグリッとしてて、がっちりした、65前後の男の人が、私に、知らない人だよ。駅のすっごい人がいっぱい、駅の、あれ、なんていうの？人がいっぱいいるところ、構内かな？駅の近く。で、そこに知らないその男の人が私に向かって眉間にシワをして、ちょっとすいません。で、近づいてきたのよ。で、私、今だったら怖っと思ってスーってどけるんだけど、その時、その映画のことで頭がいっぱいだったので、男の人が近づいてきて私に喋りかけてきたっていうことで、なんか、すいません。
すいません、すいませんってその人が言った時に、なんですかって言っちゃったのよ。もうびっくりして。多分、今座ってるから動かないけど、その時私は多分、ずーって後ずさりしたと思う。2、3メートル。で、なんですかって言ったんですよ。で、なんかこう、ちょっとこう、すいませんって言ってる人を無視しちゃいけないっていう気持ちと、映画で頭がバグってるから怖いっていう気持ちがミックスしちゃって、なんでしょうかって言ったら、相手が私の驚き方に呆れちゃって、もういいよって言って向こうに行ったんですよ。だから多分ね、それ大体わかるんです。それは、なんかね、その駅の構内近くで、男の人が、なんか男の人に、こう、近寄っていって、声をかけて、もういいです、いいですって男の人が、サラリーマンの人が断る場面とか、あと、なんていうのかな、なんかこう、わかんないんだけど、デートに誘ってるのかもわかんないし、そういう場面も多かったし、あと、知らない人にお金をくださいっていうのが、ちょっと一時、その駅っていうか、至るところであった子、流行ったことがあったのよ。で、多分そういう、そっち系、私に声かけた人は、すいません、すいません、切符買いたいんだけど、お金ないんで、とか、そういうお話だと思うの。多分ね。でも私は、怖くて、バグってたもんで、その人に、なんか、もういいよって言われちゃって。今だったらね、もう吸って、そんな、はとか言わないで吸って避けれるよ。今は心の余裕があるから。もう12分になっちゃった。ごめんなさい。ちょっともうやだー。骨折したの、足。で、バドミントンできないの。またその話するわ。もう今度しようと思った時、もう骨折治ってるかも。ただ、じゃあ言わして、梅干しを2023年、あ、もう一回言うわ。トゥルル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 ル。2023年。ちょっとお水飲む。ごめん。はい、オッケー。トゥルルル。2023年7月5日、水曜日。つけて、1ヶ月になる梅ができましたので見てください。ちょっと待ってね。ちょっと待って。見て、ジップロックに、なんかね、梅の 15% ぐらいのお塩を入れて、ほら、見て、ジップロックに入れて、また瓶買いに行かなきゃいけないんだけど、もう大変骨折してるから、動くのが大変。杖ついてんの、ずっと。もうほんと大変。だからちょっと動画も撮れなかったの。じゃあね、またね、いいね、高評価、よろしくね。また骨折の話とバドミントンできない話する。もう、辛いわ。じゃあみんなね、怪我しないで、骨折しないで。じゃあね、バイバイキーン。いいね、高評価、よろしく。マンボ